ジェイ・ウィラード・マリオットジェイ・ J. ウィラード・マリオットはアメリカの実業家マリオット・インターナショナルの創業者アメリカ合衆国ユタ州オグデン近郊のマリオット開拓地にて父ハイラム・ウィラード・マリオットと母エレン・モリス・マリオットの間に8人兄弟の2何として生まれる子供時代は家業の農業を手伝い子供の頃からビジネスの才能を発揮した 1919年から1921年までの2年間末日生徒、イエス・キリスト教会の宣教師として、ニューイングランドで伝道活動に携わった後、1923年、ウェバージュニア・カレッジ卒業、ユタ大学を1926年卒業。1927年、ホットショップという名の、わずか9席のルートビアスタンドを、ワシントン DC にオープンしたのが、 マリオットグループ創業の始まり、ルートビアスタンドは順調に店舗を増やした。1937年のある日マリオットがワシントン DC 郊外のフーバー飛行場に隣接するホットショップで乗客が機内に持ち込む飲食物を買っているのに気づき、機内食事業を開拓する。1963年には10の空港と25の航空会社にサービスをするまでに成長する。 その他、給食事業、ハイウェイフードサービス、ファーストフード事業、ファミリーレストラン事業を手掛け、1964年にマリオットホットショップ、1967年の創立40周年にはマリオットコーポレート、従業員は2万人に達し、1968年にはニューヨーク証券取引所に上場を果たす。後の主力事業となる、 ホテル事業は1957年に開業したツインブリッジモーターホテルが最初。1972年に息子の J. ウィラード・マリオット・ジュニアが CEO に就任するが、現在のマリオットグループにも創業者の思想が引き継がれている。有名なポリシーとしては、従業員をアソシエートと呼び、アソシエートを大切にすれば、アソシエートがお客様を大切にしてくれるがある。彼は、 教育に対しても情熱を持っていた。ユタ大学に J. ウィラード・マリオット図書館を寄贈し、モルモン教の指導者としても働いた。ブリガム・ヤング大学のビジネススクールであるマリオット・スクール・オブ・マネジメントでは、彼が掲げた企業倫理、道徳観を教えている。1985年8月13日にニューハンプシャー州の別荘で死去。ありがとうございます。